ます。クレイジーハネムーンの力也です。現在もですね、愛媛県松山の道後にいるんですけども、これからですね、ちょっと島を渡っていこうと思います。島に行きたいと思います。その名もムズキ島という島なんですけども、ちょっとね、ネットで調べてたらいい感じだったんで、今から向かっていきたいと思います。はい、ということで松山観光港にやってきました。で今ですね、僕は睦月島という島に行くフェリーのチケットを買おうと思ってるんですけども、フェリーのチケット販売が、出発時刻の15分前ということで、ちょっとこの辺で景色を楽しみつつ時間を待ちながら、時間になったらチケットを買って睦月島の方に向かっていきたいと思います。はい、睦月島行きのチケットは5番チケットカウンターです。すいません。はい、どうぞ。睦月島ってコンビニとかあります？え、睦月島商店とかあります？なんとか島持っている。睦月島睦月島ってわかんないか、聞いたことない。睦月島ってどこですか？ここから出てる、あの忽那諸島。忽那諸島って言ったらここから出とんですか？そうなんですよ。宇和島じゃなくてじゃないですね。もっとちっちゃい島ないか、なんか買っといた方がいいかな。初めて聞きました。あ、そうなんですか。愛媛の人でも知らないんだ。行かないです。ああ、そうなんだ。大島か中島かしかしじゃん。なるほど、なるほど。途中で泊まるんですか。そうあとどうするんですか。そうなんですね。ありがとうございます。初めて聞きました。あ、そうなんだ。愛媛の人ですか。愛媛ですよ。生まれ育ちも松山です。あ、それでも知らないんだ。知らない。嘘。本当に。逆にそんなところに行けるのが楽しみだな。いや、逆にあの本当にこれほら中島の隣へ。そう。で、この中、あ、これ。鹿児島。睦月島。睦月島。この睦月島じゃなくて、あれ何やってる？あの、TOKIO の。ああ、ダッシュでしょ？それもなんかどっかにあるらしいですね。中島の反対側なんです。ああ、こっちなんだ。それは違う。ここら辺の、ここら辺なんです。なるほどね。入佐さんよりそれらしいけどね。停泊して。ああ。しょっちゅう来るよ、空港には。ああ、そうなんだ。ええー。これをいただきました。ありがとうございます。できます。ありがとうございます。はい、ということで売店のお姉さんたちによくしてもらってなんかいろいろもらいました。はい、船がねちょうど来たんで今から睦月島の方に向かっていこうと思います。売店のお姉さんも愛媛生まれ愛媛育ちでの方なんですけど、そんな方も知らない島ということで、多分相当ディープな島なんじゃないかなと思います。楽しみが増えたということで。フェリー七島に乗って行き着こうと思います。お願いします。はい、ということで船が出発しました。テラス席僕一人で貸し切りです。なんという贅沢。睦月島に到着しました。
降りたのは俺とあのおじいちゃん二人だけやばいでしょ。こんなでっかい船なのに降りたの二人だけっていう時点でね、もうこの島の秘境感がね感じちゃうよねとりあえずあんまり船ないと思うから帰りの船の時間だけ先に調べておこうと思います。あの船旅の時これすごい大事で、結構ねあの特殊なダイヤに変わったりする時とかもあるから、そう季節によってねダイヤって違うんで、降りたところで必ず帰りの時間を聞かないとマジで帰れなくなる可能性あるんで、そもそもここの島ホテルとかあんのかな、とりあえず聞いてみようと思います。こんにちは。人がいない可能性が。こんにちは。あれ人いない、大丈夫かなこれ。すいません、あ人いないですね。おばちゃん見つけたから聞いてみよう。すいません、帰りの船の時間ってわかります？何時なんですかね、松山行き。松山行き、うん、この後は12時47分の高速船、はい、あはい、その後が14時48分のフェリー、はい、あーそれがいいかな。ここですよねどっちも。あ、わかりました、ありがとうございます、はい、すいませんということで、ちょっと撮影をね、天気いいんでドローンでも飛ばしてみようと思います。建物とか築何年ぐらいなんだろう。あ、こういう小道もいいですね。すごい雰囲気のある電気屋さん。ドローンとか売ってないかな。売ってるわけないか。本当に見どころとか全然わかんないんで、とりあえず適当に歩いて地元の人がいたらなんか聞いてみようかなと思いますけど、すごい雰囲気のあるね街なんだよね。人が住んでるのかもちょっと分かんないような家がたくさんありますね。お、これはみかんですね。美味しそう。もうこれは食べれる頃なんじゃないでしょうか。この緑と青とオレンジのこの雰囲気最高にな。はい、これ個人的に島あるあるなんですけど、街の中にいきなり鳥居が現れるという、これなんでだろう。瀬戸内海の島とか歩いてるとね結構あるんですよね。で、安政って書いてあるんだけど、多分安政って1800江戸の後期とかだと思うんで、でこっちに坊頼臣って書いてあるんだけど、寄付の木だから安政1880年代に誰かが寄付した鳥居なんでしょうか、わからないですけど。あ、あっちに猫めっちゃいる。猫発見したんで猫の方に進んでいこうと思います。あれ、このね島結構猫が多いって噂は聞いてたんですけど、まだね全然猫を見てなかったんですが、あっちからね誰だこのよそ者はみたいな感じで、ね、見てくる猫がいるんですよね。ちょっとあ逃げられた。ほら、こんにちは。うわ、すごい。行きましたよ。泣いて泣いて。こんにちは。すごいなこれ。泣いて。26匹。ええー。飼ってるってことですか？いや、ノラ。あ、ノラなのこれ。すごいな。あ、そうなんですね。餌くれるから来るんだ。みんな行き。
はい、すげえこれ、はい、消せる。どこに行くの？みつきもいで。名前もあるんですか？名前があるんです。あるんだ名前。うん、野良なのに。うん、お子ちゃんってね、うん、あの目が飛び出してね、片方。はい、それでもご飯食べてくれるけんね。あ、そうなんですね。うん、顔の違いわかるんですね。ね、すごい。生まれた時から見よる子は名前がついとん、はい、あー、そうなんですね。待って、まだよ、まだよ、ね、待って、ほらはい、こっちもいで、はい、はい、こっちもいで、りきちゃんはここ上がり、ここりきちゃん、こっちりきちゃんがいるんですか？ちゃんはね、交通事故におってね。あ、そうなの？ね、家で面倒見てやって、そしたらもうすっかり家の子になって。あ、そうなの。僕もリキヤって言うんですよ。あ、そうですか。僕の名前だからリキちゃんって言われてたから僕も。頑張って元気になったから。そうなんだ。リキちゃんいう名前にしたんですよ。あ、そうなんですね。そしたら一つでいなくなって、元気になったのに、そしたら。3週間ぐらい帰ってこんかったね。ああ、そうなんですね。で、大晦日の日に帰ってきたんですよ。はいはいはい。だからまた家の中入れて。おぶちゃん、おぶちゃんこれ食べる？これ。毎日餌あげてるんですか？ん？毎日餌あげてるんですか？あ、毎日。朝と晩はね、お野菜とかお魚入れて炊いてやるの、大きなもの。ああ、いいなそれ、うん、贅沢だ。で、お昼はこれおやつ。へぇ、子供はなかなか助からんね。あー、そっか、うん、これは全部。あ、そうです、ちっちゃいですもんね。うん、でこれ食べたらいかんって、いかんよ。あ、ダメなんだ。ダメ言ったらね。はい、ということで、猫にめちゃくちゃ慕われてるおばあちゃんでした。すごい、なんか猫と会話してたような。猫ちゃんたちに愛されているおばあちゃんでしたね。そしてさっき見つけた学校ね、さっきのおばあちゃんに聞いたんだけど、ここ小学校と中学校が一緒にくっついてるところなんですけども、中学校は廃校になってしまって、小学校はもう長いこと休校といった形になってるみたいです。で、今島に若い人がいるのかって聞いたところ、まあ、ほとんどの人が65歳以上なんだけども、最近少しずつね、若い人が移住してくる人もいるみたいで、今一番若い方で28歳の方がいらっしゃるということみたいです。で、まあ、もしね、子供が生まれたりしたら小学校はまた始まったりするらしいです。はい、ちょっとお腹がね、空いてきたんで、ダメ元でね、Google マップで食事って検索したらですね、一軒ね、海遊亭さんっていう飲食店を見つけたので、ちょっと今から行ってみようと思います。この通りにあるんですけども、果たしてこのコロナ禍で飲食店やっているのか、一応これっぽいんだけど、なんか全然飲食店っぽくないな。マップを見ると一応ここなんですけど、どうですかねこれ。ちょっとね、これ飲食店かな。ここなんだけど、どう見ても飲食店じゃない。海遊亭さん、はい、ないですね。飲食店ないようです。あ、そうだよな、人口200人ぐらいって言ってたから、さすがに飲食店成り立たないか。みんなどうしてるんだろう、ご飯とか。すごい気になるな、ここの島の人の生活が。商店とかもね、今のところ全然見当たらないんですよね。商店あるのかな。さすがにね、どんなに小さい島行っても商店は基本あるんですよ。で、特にね、やっぱ港の近くにある場合が多くて、あれでもあれ商店かな。ちょっとなんか、まずそもそも初めて自動販売機を見つけたんですけども、その横がちょっと商店っぽいような看板があるんですけども、ちょっと見に行ってみましょう。さすがにね、商店はあると思うんだよな。お、やっぱりそうだ。
楠の木商店さん。おー、商店ある、開いてるのかな。ちょっと中お邪魔してみようと思います。こういうところで何買ってるかとかね、見るのも楽しいんだよね。野菜とかって どこで手に入れるんですか。野菜、うん、野菜はね、1週間に1回ね、うん、火曜日に、うん、トラックで売りに来るんだ、はい、松山から、はい、なるほど。自分のところで作れるものは作ってますね。畑がありますので。なる、お肉はどうしてるんですか。お肉もその1週間に1回。ああ、そうなんですね。それとね、何、生協っていうんだ、はい、1週間に1回水曜日に来るんだ、うん、各家まで持ってきてくれるんですか。いや、桟橋取りに行くんですよ。ああ、そうなんだ。グループで注文して、ね、そこの桟橋に取りに。まあ、この島には飲食店はないということです。それでじゃあ皆さんどこでお酒とか飲んだりするのって話をしたら、やっぱ基本的には誰かの家で宅飲みをすることが多かったりとか、あとすぐそこに公民館があったりするんで、ここでお酒買ってそこで飲んだりするっていうことらしいです。チケットいいですか。やばい、船が来てる。やばい、帰りの船が来てしまいました。ムズキ島めちゃくちゃ良かったんで、また絶対行きたいと思います。おお、いい感じ。ここも結構綺麗だな。はい、ということで睦月島から帰ってきたんですけども、島の方の景色だったり雰囲気いかがだったでしょうか。僕はもうめちゃくちゃ楽しませてもらって、本当にのんびりしていて、人もいいですし、優しい人も多いですし、のどかな場所ですっごいいい島だななんていうふうに思いました。で、睦月島でですね、すごく興味が湧いたんですけども、睦月島って忽那諸島という、まあ、列島群に属していまして、忽那諸島はですね、合計で7つの有人島があって29の無人島があるということで、まだまだね、僕の知らない島だったりとか、ネット上に全然情報が上がってないような島っていうのもたくさんあるみたいなので、まあ、この辺ね、もうちょっと攻めてみたいなっていうふうに正直思っています。で、僕もうちょっと愛媛にステイするんで、ちょっとまたね、日を改めて天気のいい日に他の島をちょっと巡ってみたいと思います。その後は松山の知人と香川県や高知県を旅して、久しぶりに四国をがっつり満喫。松山に帰った後は天候に恵まれなかったこともあり、忽那諸島は次回の四国旅に持ち越しとなった。さて、東京に着き成田空港を出た時に僕は心底驚いた。白い、息が白い。忘れかけていた東京での数年ぶりの冬がもうすぐそこに来ている。冬に対する絶大なる嫌悪感で僕の脳内は生命存続の危機。気がついた時には再び飛行機に飛び乗っていたのだ。行き先は、そう、僕の大好きなあの場所。